わー、ちょっと待って、一人ずつ消されていく。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回はちょっともう一回話を、ブレイク改造計画を爆破する、ん？爆破する、あ、ブレイク化改造装置ね、ブレイク化改造計画って言おうとしよった。ブレイク化改造装置を爆破するためにこれから3階の動力部に向かうよ。ここからが正念場だからね、頼りにしているよ、あゆな。3階の動力装置のところへ。どこなんだろうか、動力装置って。まあ、とりあえず一旦下に、これ上か、上だった。下どこ、 あっちか。なるほどね、ここを横切っていけばよろしいわけね。お、燻製肉ゲットー。思いっきり上から飛びかかってしまった。まあいいや、えい、さっさとやっつけるよ。あ、ちなみに私はバトルライドができるようになったので、今ちょっとね乗っとるけど、超早く、あ、ほら見たって、デスキングの上に乗っとるやろ私、あの王冠の上に。ほら、絶対あんなとこ乗りたくないし、てかモンスターの中にしれっと紛れ込んどるっていうね。イエーイ、これでベスキングの能力はちょっとアップしているはずだよ、私が乗っているからね。てかあの柱の上に微妙になんかモンスターおるよね。これ外か、誰、何見えてなかった、スライムナイトかな、突っ込んできたの。でもこれベスキングの上に乗っとるのはいいんやけど、これで私が今乗っているベスキングがやられてしまったら、私はちょっと一旦お休みになるんだよね。え、でもこれってさ、一旦休みになったところで、モンスターたちは普通に戦ってくれるんやろ？それやったら別に何の問題もないけど。まあね、急いで回復せんといかんのに、薬草が使えないとかになったら大変かもしれんけど、とりあえず今んとこ別に、ベホイミの使えるホイミスライムもいるし、全然大丈夫。イエーイ。お、原骨だけを手に入れた。プリストナイトも、ホイミ使えるやろ。全然余裕よ。ってことで、こっち向きね。お、これは、条約層を手に入れた。で、3階の動力、どこやら真ん中かな？別に何にもびっくりマークとかついてないんやけど。とりあえずこっち行こう。ここ行き止まり、ん？ここさ、さっきさ、さっきっていうか、前回まで行き止まりじゃなかった？お、セーブじゃねえわ。ルーラポイントある。ルーラポイントを起動します。ルーラの行き先に、黒金の監獄と、黒金ね、の監獄と3階動力区が追加された。この中、え、この中？あ、入れた。入れんのかと思った一瞬。来たか、ルキアさん。さてと、爆弾を仕掛けて、ちゃっちゃとぶっ壊すよ。私は一刻も早くこの不気味な空間からね、脱出したいんだ。明るい場所に出たいよ。さっきまでの空間が恋しい。あり合わせで作ったちゃっちゃの爆弾だけど、装置の暴走と組み合わせれば。爆発する？盛大に、バーンと。その装置動いてるの？え、なんか来た。あ、こいつや。イッタブル。見つかったー。そうはいかんのである、レジスタンスども。おやまあ、遅い出勤だね、イッタブル。どこをほっつき歩いてたんだい？貴様はルキア、なぜここに？アンセスといい、どうなっているのである？ね、アンセスって何？あはは、こんなお粗末な監獄の警備なんざ、ザルも同然ってことさ。黙れ、このネズミどもめが。ちょくまかと小賢しく動き回りおって。これ以上貴様らの好きにはさせん。あのお方が来られる前に始末してやる。あのお方って誰ですか？え、こいつが最高じゃないの？こいつがボスじゃないの？違うの？あ、でもこいつもあの、ブレイクモンスターとかいう感じなんか。ね、体の左半分が。
あ、でもそんなこと言ったら今までのボスも全員そうやったね。あえてこういう強く悪いやつに作り変えられよるってことなんかな、みんな。みんな頑張ってよ。あ、そうだそうだ、あ、そっか。そうよ、今回のボス戦はあれなんだな。アパレウシドリがいないから今まで通りの戦略ではいけないんだ。まあ、とりあえず今んところ戦う、え、いけるか。てかこいつの体力はどれぐらいよ。あ、ホエミスライムが危ないよ。とりあえずちょっと、あの、次使わなかったら危ないから、命令できっちり、回復の命令を与えておこう。はい、ベホエミ。どうよ。これって、てか平均的な、ボスの体力はどれぐらいですか。今までのボスの体力もどれぐらいかちょっといまいち分かってないんだよね。見えるんかな。いや、見えませんな。あ、見えるじゃん。え、なにこれ。拷問をイッタブル。え、わか、あ、こっちか。いや、わかんないね。うん、特にわかんなかった。まあいいや、戦う、戦う。え、っていうか。もうすでにマジックポイントがゼロじゃねえか。え、ちょっと待って、そこはちょっとさすがに。そこはさすがにちょっと道具を。ブリーストナイト。ダメじゃん。ダメじゃん。ちょっと待ってね。魔法の聖水。魔法の聖水？はい。マジックポイント回復。あ、そうだ。ザオラルちょっと。ちょっと。マジックポイント10しか回復してない？もしかして。あ、違うんか。どんどん使いよるけんか。カブト割りとか使われたらちょっと困るんすけども。命令で、ちょ、ザオラルを使ってくださいまし。はい。プレイストナイトに。でも、使ったら、速攻で回復をせんかったら、ほら、21しか回復しないし。そのサミダレ蹴りで結構使ってんだな。あー、ちょっと、やべえ。やべえよ、ホイミスライムが。なんてことだ。ちょっと待って。とりあえず、条約層で。いやー、もう他のメンバーダメだなー。ダメだなーっていうか、回復。あ、ちょっと待って、一回一回、あ、ちょっと復活したところでしょう。復活したところだよ。ちょっと待ってね。命令じゃなくって、道具で。道具で、ないんすけど。とりあえず回復。とりあえず回復して、まあいいや、これで。戦う。一旦戦う。大丈夫？みんな体力。あ、でも今結構いい感じに。はぁ、ちょっと待って。一人ずつ消されていく。一人ずつ消されていく、怖い。さっきちょっといい感じにダメージ与えたと思ったんやけど。ベスキング頑張ってくれ。控えモンスターじゃちょっと。ねえ、どんどん敵が強くなっていくから。やった、いけた。やった、いけた。やべえ。ごめんね、みんな。ベスキングが、経験値を独り占め。あー、でもよかった。いけた。おっしゃー。あのお方とやらが現れるんじゃないだろうね。これほどとは、このイッタブル、一生の不覚である。誰？誰か来たんだけど。もういい、下がれ、イッタブル。愚か者が、我が手を煩わせおって。誰？お前は、ダークマスター。ダークマスター様、面目次第もございませぬ、のである。のである、いらねえ。顔見えないんだ。ルキアにアンセス。この改造装置に目をつけたこと、まずは褒めておこう。私はアンセスっていう名前なのか。だがこの装置はマザーの下僕たるブレイクモンスターを作り出すようだ。作り出すよ。違う、作り出す要だ。この世界をマザーの名のもとにまとめ上げ、一つにする。その邪魔はさせんぞ。遅いよ、ダークマスター。このスイッチさえ入れれば。爆発する。ふん、バカめ。
そんな単純な爆弾など。お、消される。え、止まった？壊れた？クックック、残念だったナルキア。遊びはおしまいだ。観念するがいい。え、なに、ルキアさん、え、でか。え、今までもこんなにでかかったっけ？違うよね。え、そんなもんか？あ、あそこから逃げる？逃げれるのか？アイナ、あんたはこれを持ってそこからお逃げ。いや、逃がしてくれます、ダークマスターさん。え、いねえんだけど、ダークマスター。この3体だけ？こんなこともあろうかと用意しておいた最後の切り札を使う時が来たようだね。何、最後の切り札って？その道具？何？この巨大な熱反応は、まさか。そうさ、こいつの動力を暴走させれば改造装置くらい吹っ飛ばせるはず。え、それは自爆行為じゃないの？ルキア貴様、装置の破壊と引き換えに死ぬ気か？え、ダメダメダメ、それはダメよルキアさん。こんな改造装置はこの世界に存在させておくわけにはいかないんでね。え、ダメだって、一緒に。何やってんだい、そいつを持って早く逃げるんだよ。いやダメだって。マジで行くの？いやいや、ダメよダメよダメよ。あー、逃げたー。ルキアさん、これが彼女を見た最後だった。あ、ほら、絶対なるって。ちょっとスローモーションな感じ。それでいい、マザーのことあんたに任せたよ。え、マジで？うわー、なにこれなにこれなにこれ。いや、よろしくないよ、そういう展開。よろしくないって。逃げた私。ここは、え、ここに繋がっとん町やん。マジで？戻ってきた。生きて帰ってこれたよ、私。てか、あれは何？あの赤いやつ。お兄さん、よかった。もうこのまま起きないのかと思ったよ。一体何があったの？監獄島ですごい爆発があったけど。ルキアさんが。そんな、ルキアは死んじゃったの？イッタブルたちと爆発に巻き込まれて。そんな、もう会えないなんて。もっとお話ししたかったのに。もしかしてお兄さんの近くに落ちてた、このリアクターって、ルキアのなの？あ、それがリアクターなん。あの、なんか、なんて言うん？このスコープの部分っていうか、あの覗く部分は関係ない。そうだったんだ。じゃあそれはお兄さんが持ってた方がいいよね。お？なんだなんだ？これになんか伝言みたいなのが残っとるとかそういうこと？どうなっちゃってるの？まるでお兄さんを呼んでるみたい。まさかこれにルキアの魂が。なんだ？自由行動ですか？ルキアのリアクターが光っている。調べてみますか？ほい。何事？聞こえるかい、アユナ。私だ。ルキアだよ。え？ルキアなの？もしかして、これが喋ってるの？私が死んだ時に備えて、メッセージを録音して残しておくよ。いいかい？このリアクターの中には、マスターキーっていうプログラムが入ってる。どんな扉でも開ける魔法の鍵さ。牢から逃げる時、私も世話になった。そのマスターキーで、監獄島の最上階にある鍵のかかった部屋を開けるんだ。中には移動装置を使うための機械がある。爆破準備のついでに調べておいたのさ。え、あの建物自体は大丈夫なの？その機械を使えば、小熱の火山？絵の移動装置が動き始めるはずだよ。そしたら移動装置で小熱の火山に行くんだ。そこであんたの相棒、バーディを探しな。あの女の子ってことかな？すまないね。本当なら一緒に行ってやるべきだったんだけどさ。悪いけど、今はこれが精一杯。私の用意できる最後の道しるべだ。頼んだよ、アイナ。あんたこそ。私たちの希望だからね。いやー、なんかちょっとの間しかおらんかったけど、ルキアさん。悲しすぎるわ。マスターキーを手に入れた。ポン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 じゃないわ。はい。ということで、
今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。やっと現れたと思ったらあっという間に消えてったけど、いや、ものすごい濃い人やったね。悲しい。